平野紫仕様、新たな才能の開花。プライベート陶芸体験にファンからはたくさんの賞賛とツッコミが殺到。こんにちは、皆さん。私たちの注目は元キングプリンスへのメンバーであり、今やソロアーキストとしても活躍する平野紫耀さんに集まります。彼の最新のプライベート体験がファンの間で大きな話題となっています。 今回の記事では、平野耀さんが陶芸の世界に足を踏み入れたその瞬間を探ってみましょう。本文、平野耀さんといえば、その才能ある歌声と演技力で多くの人々を魅了してきましたが、最近では新たな才能の開花にファンたちは驚かされています。19日に自身のインスタグラムを通じて、平野耀さんは陶芸の体験について報告しました。 これは彼がその才能を音楽や演技だけでなく芸術の領域にも広げていることの証です。陶芸の体験に関してはすでに彼自身が14日のインスタライブでファンにその一端を伝えていました。その際、笑顔で陶芸の方に行ってきました。めっちゃ楽しかった。と、述べそのうちインスタグラムに載せると思うけどとファンにワクワク感を伝えていました。 そして、その予告通り、19日の投稿で実際の陶芸体験の様子を公開しました。投稿には、陶芸の工程を追った7枚の写真と、楽しみにしていたであろうファンに向けた動画が添えられています。特に7枚目の動画では、失敗した様子を面白おかしく共有し、自己嫌悪ではなくポジティブな姿勢を見せています。その真摯な態度は、 ファンからの共感を呼び起こしました。投稿に寄せられた反応も非常に興味深いものでした。ファンからは、コップというより、花瓶、壺になってるといったユニークなツッコミが飛び出し、平野志耀さんの陶芸作品に対する愛情が滲み出ています。さらに、楽しそうな紫輝くん最高。 かっこいい、出来上がりが楽しみ、横が重びしすぎ、といったコメントが集まり、ファンたちの彼への愛情が存分に現れています。結論、平野志耀さんの陶芸体験がファンの間で大きな話題となっています。彼の新たな挑戦とその真摯な姿勢は、ファンたちの心を捉えることに成功しました。 これからも音楽や演技だけでなく、様々な分野での彼の活躍に期待が高まるばかりです。読者への挨拶、陶芸という新たな一面を見せてくれた平野志耀さんに、心からの拍手と応援を送りたいと思います。彼のこれからの活動にも、ますます注目ですね。ご一力いただき、ありがとうございました。